待たせいたしました。番組予告のお時間です。今までの青春学園ドラマの常識を根底から覆した意欲作、バーゲンとは何だの好評につき作られた第2弾、飛び出せアタリアの人気に応えて、ウソップランドがしつこく送る青春シリーズ第3弾、すすめ留守番。これは、そう忙しい世間に今時珍しい留守番に命を張り、青春を暇つぶしにかけてしまった先生と生徒の暇のつぶし合いを描いた感動の話題作、その名も、すすめ留守番。さあ、今から楽しい楽しい留守番のフォーメーションを組む。あるし、これは、一般家庭人がいる6畳間の緑だ。今から6時間。両親が外出しているっていう設定のもとで、こたつから一歩も出ずに、フォーメーションを組んでみろ。よし！まず、さあ、はい！お前はいい。やれ！まだやっとらんぞ。ちゃんとやるよ。はい。ちゃんとやる。はい、やってみろ！はい。まず、気をつけなくてはいけないのが、テレビと電話です。これは体質のあまり、テレビを見てしまったり、友達に電話をかけてしまったりすると、これは反則となり、減点を捉えます。ですからまず、そうですね、お茶、渋茶をする、このあたりから始めたいと思います。この際に、せんべいをお茶に浸し、薬局して食べると、一層ムードが盛り上がって良いでしょう。次に、みかんを食べるわけですが、これはあまり水分を取りすぎると、トイレに行きたくなって、これも減点の原因となります。ですからこれはゆっくりと食べます。で、その後ですが、あらかじめ用意してあった電話帳、これをおもむろに広げ、みっともない名字の人を探して遊びます。これは結構時間が潰れます。で、この後にいよいよこのティッシュとビニール本、これに行くわけですが、まあここで軽く一回書きます。まあそうなると当然眠くなりますね。で、一気にこれはあとは昼寝になだれ込み、そうすると両親がそろそろ帰ってきてタッチダウンです。フォーメーションは完璧だな。マネージャー、どうだ？でも、あと30分ぐらい余ってるかな？惜しいな。あと30分ですか？うん。そういう場合はですね、グリコのワンタッチカレー2つと海苔の缶でぴったりで、ガッチリ買いましょう。あと 1.5 センチ、渡りで、ダブトン！あと 1.5 センチ、渡りで、ダブトン！これが、青春か？大体ですと、高校生の分際で留守番だけやって暮らそうなんてのはとんでもないですな。みんなあの先生がいたのでさ、やめさせましょう。絶対にやめさせましょう。おかわり。渦巻くワンパターンの陰謀。あと5分、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 あと5分。ダメだ先生、もう俺取りに行ってくれよ。バカ者、どうしてお前はそんなに悔しさがないんだ。キャプテン、とっくりして出てけ。おい、おい、いっぱい飲めよ。おい、いいから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 、いや、今俺今留守番中だからさ。いや、俺今留守番中だから。ダメーなー、おい、何言ってんだよ。おい、私と遊ばない？いや、今俺留守番中だから。留守番必勝法に無駄な時間を潰す若き青年教師に中光拓俊、青春ドラマにつきもののデコボココンビに、前作前々作でもおなじみの猿田翔一郎と犬山穂積。これよ、これよ、もう留守番部なんかやめてやるよ。だってよ、俺留守番してるとティッシュがいくらあっても足りねえんだもん。俺お前は猿か？キャプテン、お前もか？はい。俺、家に金あるし。何？だから辛い思いして留守番なんかしなくても、お手伝いさんが留守番してくれます。犬山、いいか。留守番っていうのはな、精神修行なんだ。ん？な、今から、今から、暇の潰し方覚えといたら、老後になって、そうしないだろう。ん？だから、家に金はあるんです。勝手にしろ。お前ら何やってんだ。お、霞草高校の今留守番だ。貴様らレジデンス高校の留守番部だな。何しに来た？
君ならこの前留守番してて泥棒に入られたんだったな。なんだよこの野郎、余計なお世話だこの野郎。おまけに家に放火までされたそうじゃないか。うせや、なんとか言えよお前らよ。あっかねえら。あれだろってめえみたいに取れんのはよ。おっつ原宿でブスでも何本だよ。どっちが取れんだよ。はっきり喋るやつだよお前。やろうぜこれ。校長、なんかこれうめえこと生きそうですな。死ね死ね。大変よ先生が。先行なんて関係ねえよ。どうしたんだよ小雪。あんたたちの喧嘩でクラブが廃部になるか先生が辞めるかって迫られて、それで先生が責任を取って辞めちゃったのよ。悲しみに出会うたび俺はお前たちが好きだ。感動そして涙、前作前々作と全く同じ超大作、暇と退屈の極致を描いて忙しい現代社会に波紋を呼ぶ衝撃の問題作、すすめ留守番をご期待。